ジャニーズ事務所の元メンバーたちが飛べファミリー食事会での平野仕様の一面を明かし、ソロデビューの噂も浮上。注目の飛べ活動にファンの期待高まる。ジャニーズ事務所の元メンバーたちが次々と新たな舞台に挑戦し、ファンを驚かせています。 その中でも、元ジャニーズ事務所副社長滝沢秀明氏が立ち上げた株式会社戸辺以下戸辺は多くの注目を浴びています。ここでは、戸辺メンバーとして活動する三宅健が明かした戸辺ファミリー食事会の舞台裏に迫り、その中で明らかにされた平野潮の驚きの一面に焦点を当てます。戸辺の交流。 とべは、滝沢氏が2021年3月に設立を発表し、ジャニーズ事務所を退社したメンバーたちが続々と合流している注目の芸能事務所です。その中でも、2021年7月に元 V6 の三宅健が遺跡を発表し、さらに元キングピンス以下、 キンプリの平野潮と神宮寺勇太、元ジャニーズ JR 内ユニットインパクト大勢のメンバー7人現在は、イムップとして活動、元 JR の大統領付きも同社の所属となりました。トベファミリーの初のご飯会。2021年8月20日、三宅健は自身の XQ ツイッターアカウントで、こんにちはトベ勢揃いで初のご飯会何着ていこうかな。 と投稿し、ファンたちに期待を抱かせました。この投稿に対して、ファンからは、5日ご飯会の話を聞けるのを楽しみにしています。初のご飯会いいですね。またお話聞かせてください。といった期待の声が寄せられました。そして、2日後の8月22日、三宅は自身の YouTube チャンネルで生配信を行い、視聴者に飛べファミリーの食事会の詳細を明かしました。 スタッフからの促しにより、三宅は当日の席順や参加者の様子などについて詳しく語りました。食事会の様子。三宅によれば、食事会では彼自身の両サイドに神宮寺雄太と平野志耀が座り、その周りには MUP メンバーが並びました。この配置から、飛べメンバー同士の親密さが伺えます。 また、タレントとスタッフは別々の円卓に配置され、お店では中華料理を楽しんだとのことです。特に注目すべきは、イムップの佐藤真が平野仕様に憧れて芸能界入りを果たしたエピソードです。三宅は、平野くんの隣が真君だったの。そこはなんかさ、イチャイチャしてた、と報告し、平野がなんかね、小麦粉アレルギーがあるらしくて。 だから、食べれないのとかを全部、新田くんにあげてた、とも明かしました。しんくんかなりもう、ほら、憧れてる平野からもらうご飯だから、食べないわけにいかないじゃん。だから頑張って食べて、結構お腹パンパンだったんじゃないかなと裏話を披露しました。また、視聴者からのコメントに対応しながら、三宅は平野が小麦粉アレルギーであることを明かし、 そのために平野が食べる際には最新の注意が必要だったことを語りました。さらに自身もそば粉のアレルギーがあることを明かし、平野と共通のアレルギーについて言及しました。一般的にグルテンフリーとはグルテンを含む食品を避ける食生活を指します。 アレルギー症状の出る人は小麦粉を使ったパンは摂取せず、代わりにベーコナーを使ったものを口にするケースも、一部の平夜ファンは、彼が美容や健康目的でグルテンフリーの生活を送っていると思っていたようで、チャット欄には紫輝くん、小麦粉アレルギーなの初耳だったなどと驚きの反応が上がっていました。とジャニーズに詳しい記者が説明します。 SNS 上でも、グルテンフリー生活しているって話は聞いたことがあったけど、ヒラノって小麦粉アレルギーだったの前にケーキとかパンとか食べていたような気がするけど。と困惑の声が広がり、平野の食物アレルギーについて心配するファンが続出しました。ヒラノ仕様と三宅健、ソロデビューマジか 一方で、平野仕用については、女性セブン、小学館が2021年8月24日に掲載した記事で、興味深い情報が報じられています。記事によれば、戸部の食事会の現場をキャッチしたセブンは、三宅、平野、神宮寺が会場を後にする瞬間や、周囲を警戒していた滝沢氏の姿を激写しました。 記事内では芸能関係者が、滝沢さんの旗振りの下平野さんはソロ曲が完成して、レコーディングも済んだようです。三宅さんもミュージックビデオの撮影が進んでいて、二人ともソロデビューが近い、とコメントしていたと伝えられています。なお、飛べからのデビュー第1号として、イムップ派2021年8月18日にデジタルシングル、クルージン、をリリースし、 世界同時配信デビューを果たしました。しかし、次は平野市王と三宅県のどちらがソロデビューを果たすのか、今後の戸部の動向には多くのファンが注目しています。特に、ジャニーズ事務所を退社した北山博光や、退所後の合流が確実視されている元金プリキシユタも、戸部の新たな展開に期待が寄せられています。結論。 ジャニーズ事務所を退社し、新たな道を歩む元メンバーたちの活動がファンにとって大きな注目ポイントとなっています。戸部ファミリーとしての食事会や、平野市用の小麦粉アレルギーに関する裏話は、ファンにとっては新たな一面を知る貴重な機会となりました。また、平野市用と三宅県のソロデビューに関する情報も、 今後の芸能界の展開に大いに期待が寄せられています。戸べのこれからの活動に注目し、彼らの新たな成功を願っています。